チャオユリコタイガです。皆さんこんにちは。イエーイ。今日の話はね、ちょっと愛のことなんですけど、実はハゲのことを話したいと思います。へーってな感じになるんですけど、イタリア人はハゲはどうと思ってるんですか。ちょっと話したいなと思います。イエーイ。私はね、日本に来てからいろいろ勉強になりましたなんですけど、これ文化の違いもあるし、なんだろう、イタリア人よりも日本人はハゲになったらすっごく恥ずかしいの気持ちはなってしまうなんですけど、私はどうしてって、なんで、いや別にって思う人なので、いろいろ話したいと思います。まあもちろんイタリアにもハゲになるとなんかいろいろなんだろう、ちょっとコンプレックスになったりとか、本当モテるのか、なんかいろいろ悩みがあるなんですけど、日本よりがイタリアとか外国ハゲになる人はもう二十歳からなる人が多いんですよ。だから本当早いハゲになっちゃうんですよ。だ日本はなんかちょっと年を取るとだんだんに髪が少なくなったりとか、仕事のストレスで少なくなったりとかのイメージの方が大きいなんですけど、イタリアはもう病気かも、自分のお父さんはハゲだったらもう 80% はハゲになってしまうから、もうしょうがないの文化がすごくあるんですよ。でも私はね、なんかそんなに恥ずかしいと思わなくてもいいんですよ。で実は日本人が好きな、まあ、ハゲ、実はスキンヘッドだったんですけども、完全にちょっと髪がなくて、もう超かっこいいなって思ってたのキャラッタがいるんですよ。でそれは映画の時にも出てるので、まあ二次元だけじゃなくて本当リアルのアクターさんもすごくかっこいいなと思ってたのは奈良のヤスです。いやヤスさんマジかっこいいし、性格もいいし、やっぱりそれはポイント。そう、イタリア人よくやってるのは、自分があんまりモテないとか、自分があんまりかっこいいではない思ってる方が、頑張ってる人が特に自分のポイントを見つかるのはすごく大事です。例えばそういうヤスさんの例えや、メガネ、服、ピアスが全て、あと眉毛がすごくかっこよくなるんですよ。まあ、誰かちょっとヤクザっぽいとか、ちょっと悪そうな感じは思ってる人がいらっしゃると思うんですけど、今のイタリア人の人気の YouTuber と昔の、テレビのセレブリティとかハゲの人はね、もう何人かもいらっしゃいますし、やっぱり正直ハゲだから格好悪いって思ったことがない。逆にハゲだからちょっとポイントになる、すごく思い出しやすいなこの方だと思うんですよ。だからそういう自信の問題だけんじゃないかなって思う。でこの前ちょっとプライベートの話でしてしまうなんですけど、私はインターネット変えたんですね。ゲーム実況をやったらなんかずっとインターネットの問題があってて、でその何さんなんていう電話代のやの会社を呼んでちょっと直してきてほしいなって言ったら、その時超かっこいいハゲの方が来たんですよ。でちょっとドキュッてしたんですよ。いやかっけえなと思ってて、いろんな方、私の知り合いの中もそうなんですけど、ねえねえ見て、私が髪の時の写真だよって見せた時に超やばいなって思って、あそう、それはね、私の動画メーカー、イタリアの動画メーカーのファビオさんとかはよく一緒に写真撮ったりとか、動画イタリアに行った時のしてたの方はわざとスキンヘッドやってるんですよ。なんか本当カメがないような感じ で正直スキンヘッドとハゲ、まあその髪の長さによるなんですけど、本当もう全部ブワーって本当見ない、じゃあ飲みないとスキンヘッドかどうかハゲかどうかわからないぐらいにみんなやってる。なぜっていうと、ここだけをするとちょっとピエロのイメージがある気がする、イタリア人だから。なんだろう、日本人だとサムライって思う、自分はね。
でもイタリア人だとピーノしかのイメージないから、もう全部着るの方がかっこいいってよく言われます。でもイタリア人は特にそういう肌のことは気にしないので、やっぱりスキンケアとか綺麗な肌したりとか、ちょっと眉毛を太さ描いたりとか、笑顔とかはすごく女の子から憧れのものなので、キュンってになっちゃうんですよ。あと、イタリアでウィッグの文化がない。ほとんどウィッグのお水とか見たことはありません。そう、逆に日本はめちゃめちゃあってびっくりしたんですよ。でやっぱり日本人の周りの知り合いも実はウィッグつけてるは自分が分かってるんですけど、やっぱり恥ずかしいんですね言うのは。でもイタリアとかヨーロッパ、まあ、外国大体みんなハゲって隠せる人はいないんですよ。うん、私の友達がいない。一番最初ぐらいが恥ずかしいと思ってたんだけど、逆にやっぱり今なんか自分がかっこいいなってもう思ってきたから、それでいいって言ってたんですよ。逆に髪がいらないって言ってて、あーやっぱり確かにかっけえなって自分思ったんですよ。逆にイタリア人はウィッグで分かってしまうと、ってな感じはしてしまう気がする。あ、ウィッグしてるってな方が、だからハゲる方がいいかなと思う。だから なんか悩んでる人がヨーロッパとか外国人の方がアタックした方がいいかもしれない。なんかそれが気にしない方がいいかもしれない。で逆に本当私の周りはスキンヘッドとか本当ハゲの人が多い気がする、今よく思い出したら。でなんか写真を見たら全然めっちゃイケメンだし、なんか可愛いし気にしない全然いいんじゃない。でもやっぱりそのスクラムユニバーチャースキンヘッドの方がすごくかっこいい。例えば多分外国人がすごく有名なあの方なんですけど、ザ・ロックって言うんだっけ、すっげえ筋肉がパーパーパーってな感じで、でハゲなんだけど超かっこいい、わべーって逆に本当髪が似合わないと思うということで今日はハゲのことの話したかったと思います。イエーイ。で、もう一回言うなんですけど、あのハゲが自分が恥ずかしい方が外国人と出会ったら、それが本当季節にアタックした方がいいと思います。で逆にモテる可能性もあるし、気にしない人もあるし、で逆になんか経験すごくいい経験になるかもしれないので、皆さんがぜひやってみてください。私もヤッサン、めっちゃかっこいいヤッサンがいたらぜひご連絡くださいヤッサンめっちゃかっけーはい、ということで今日はハゲのことを話したかったです。話したかったって言うんだっけ、話しました。ありがとうございます。また次の動画へ、よろしくお願いします。あとコメントとか悩み相談とかあったらぜひ こちらの下にコメントしてください。またね、チャオー。